マテアス・アベルは、ドイツラインラント出身のサッカー選手。ポジションは DF。アマチュアクラブのアイントラ・ハトバート・クロイツナッハでキャリアをスタートさせ、ボルシア・ドルトムントのリザーブチームを経て2002年に1、FSV マインツレーゴに加入。2003から04シーズンは18試合に出場し、チームの一部昇格に貢献する。2004年8月14日のハンブルガー、SV 戦で、 ブンデス一部デビューを果たし、2004から05シーズンは3得点を決めた。2006年以降は、複数のクラブに所属し、シャルケレイオン在籍時には5ヶ月間、ハンブルガー SV に期限付き移籍し、その後 1FC、カイザースラウテルに移籍するが、全十字人体損傷のために2年間は、リザーブチームで試合に出場した。 2010年10月26日の DFB ポカール、アルミニアビーレフェルト戦で途中出場して、カイザースラウテルンでのトップ初出場を果たす。4日後のリング戦、ボルシアメンヒーエングラートバッハ、戦では90分フル出場した。アベルアネイブル2、プレイフォーシャールか UEFA.com2007 年9月13日付2010年1月9日、閲覧。 シャールカアウトツーメグアメンズ UEFA.com2010 年12月5日閲覧。ありがとうございます。